今年の秋の園遊会ですけども、天皇皇后両陛下、そして敬宮愛子様、姿素敵でしたよね。特に皇后雅子様は、別格だったと。錦繍の美の訪問着、そして敬宮愛子様は百花繚乱の振袖というね、大変美しいお姿だなというふうにね思いました。雅子様の方はもみじですかね、散りばめられた感じで、黄金色に近い感じのお着物でね、非常に素晴らしいなと、なんか堂々たるね、自信が満ち溢れた感じがね、非常に伝わってきてます。そして愛子様は繚乱ということですけれども、可愛らしいピンク色のお着物を召されていて、振袖でね、いいなと。ただね、立ち位置がちょっといろいろとね、皆さんも違和感を感じたと思いますけどもね、なんでそこなのという感じじゃないですか。毎年毎年毎回毎回そのように感じますけどもね、まあまあちょっとしょうがないかなとは思いますけども、どうしてもこの天皇陛下、皇后雅子様、敬宮愛子様と3人並んでしまうと、やはり霞んでしまうからというのもあるのかなと。みんなそっち見ないですよね、あとは。おそらくね、その3人だけに注目してしまうという、そんな感じのもあるのかななんてふうにもね思ったりもしたんですよ。今回も素晴らしかったんですが、去年の春の園遊会の時の雅子皇后の一言が、マナーのプロがベタ褒めしてたというね、そんなお話がありましたね。令和に入って初めての園遊会だったということだったんですけども、それはやはりね、コロナ禍がありましたので自粛されていたということですよね。でこの時の園遊会も天皇皇后両陛下も皆さんね、マスクされていたということでしたけどもね、晶子さんはマスク取ってたんでしょうかね、どうなんでしょうかね。ご自身の作られた社団法人でいろいろワークショップとかやられていて、その時にマスクを取られてね、活動されていて、周りの方々はいい迷惑だなと思ってたと思うんですけどもね、言えないですけども、そういったお写真がいくつも上がっていて、そのおかげでなんとあの方コロナにかかっちゃったというね、そんなお粗末なお話もございましたけどもね。というのは普段の行いからきっとね返ってくるということじゃないですか。そこはやはりね、天皇皇后両陛下は素晴らしいなというところじゃないのかなと思いますよね。でこの令和初の園遊会なんですけども、ちょっと雨がね降ってきていて、さすがの天皇皇后両陛下でもっていう感じなんでしょうかね。しかしですね、例年なら2時10分頃には両陛下はじめ皇族の方々が中池の丘の上にお出ましになりますが、時間になってもなかなか出てこられなかった。次第に雨が強くなったのに14時21分雨が一旦ピタリと止んだんですと。それからしばらくして14時27分頃、普段より15分遅れでの両陛下のお出ましになりましたと。これはね、良かったなという感じ。やっぱりそういう動きがあるのかなって感じにもなりますよね。そしていつもの並びでね、並ばれているということですけども、丘の上に横一列に並ばれ、で雅子様は落ち着いた水色にあやめか勝負と思われる模様が施されたお着物をお召しになっていたと。こちらもね、涼やかな感じでね、素敵なお召し物だなと思いますよ。そしてそのマナー指導も務められているマナーコンサルタントの方がですね、園遊会での皇后雅子様のお着物の色味にも着目していたと。でその時の女性皇族のほとんどの方がイエロー系の暖色の着物をお召しになっていた中、雅子様は寒色の薄いブルー系でいらっしゃいました。お付きのある品格がにじみ出て、まさに皇后様らしいともいえる本当に素敵な色合いでした。今まで以上にと言いますか、ますます皇后様らしさが磨きがかかっていらっしゃると感じました。お褒めになっていらっしゃったと。でこの後ですね、さすがと思うシーンがあるそうなんですけども、ここ最近お出ましになる時、雅子様の表情はとてもにこやかでいらっしゃいます。今回も園遊会に招待された方々との会話を心から楽しまれ、微笑まれている表情が瞳の輝きから伝わってきましたと。マスクしてるからね、ちょっと半減ですけどもね、そこも。でも、今年のね、園遊会ではもうマスクもされていませんでしたし、非常にね、にこやかな表情が、心からね、笑顔でいらっしゃるんだなというのがよくわかりましたよね。でも、そんなマスクで顔の半分が隠れているにもかかわらず、お優しい表情が見て取れたと。
いうほどだったんですよね。わかりますよね、あの視線とかで、あ、この人本当にあの微笑んでらっしゃるんだなと、あ、この人怒ってらっしゃるなとかね、うん、伝わってくるのはよくわかります。で、そんな表情とともに雅子様のコミュニケーション能力の高さを感じたのが片岡仁左衛門さんとの会話の瞬間だったと。で、それが雅子様が後進の育成はいかがですかという質問を発した時に、土砂降りになってきた雨音のせいか、マスク越しの会話のためか、片岡仁左衛門さんが聞き取れなかったようでしたと。とっさに雅子様は若い方のと言い換えられた。この言い換えにはさすがでいらっしゃると感嘆したと。もうとっさにね、ちょっと伝わらなかったんだわというのが分かってすぐさまにこう変換するという機転の速さがやはり素晴らしいですよね。で、このマナーのプロの方もですね、ビジネス講習などもされるそうなんですよ。で、そういった研修で伝えているときは相手が分かりやすい言葉に言い換えるということ、雅子様が状況に応じて後進の育成を瞬時に若い方のと言い換えられたのは、雅子様が相手の様子をしっかりと受け止めていて臨機応変に振る舞われることができるコミュニケーション力、マナー力、人間力が備わっていらっしゃると感じた瞬間でした。雅子様ならばそれくらいのことはできて当たり前だと思われるかもしれませんが、とっさの一言はなかなか簡単に対応できるものではありません。1000人以上もの招待客に対してセリフがきちんと書かれた台本があるわけではないと思いますので、本当に素晴らしいなと感じましたと。質問ぐらいはねあるかもしれませんけども、この順番でね、この次はこの方とお話をみたいなね、宮内庁の方から指示があるかもしれませんけども、おそらくそれぐらいですよね。会話の内容まではそんな台本があるわけじゃないというのは間違いないなと思いますけどもね。で、またこの方は、雅子様のコミュニケーション能力が発揮される理由をおっしゃってましたね。園遊会は明治13年に国際親善のために外国の方々を招いたことから始まった秋の観菊会が前身だと。まあ、菊を見る会ということですね。で、現在招待客は国内の方々が主ですが、雅子様はご結婚前は外交官でいらしたので、園遊会はまさに雅子様がご活躍される場所のお一つであることを今回のお姿を拝見して改めて思いました。自然にいろいろな話題を振り会話をつないでいき、気さくな雰囲気の中にも堂々とされていて、世界のどこにお出ましになっても素晴らしい、本当に私たちが誇れる皇后様だと思いましたというね、お話なわけですよ。やっぱりそういうことなんですよ。なので海外に出向かれる方はね、やっぱりしっかりと吟味してね、選ばないといけないんじゃないかなと思いますよね。今年の12月頭にね、トルコに行かれるということが確定してしまった秋篠宮家夫妻ね、いやちょっとね、もういい加減にした方がいいんじゃないのと思いましたけどもね。おそらくこれも三手子さんのね、策略だと思いますけどもね、おそらく宮内庁を動かしたんじゃないかなと思いますよ。宮内庁側もね、あの方からいろいろ言われればやはりやらないわけにはいかないですからね、本当にご苦労されてるんじゃないかなっていうのはよくわかりますよね。でもまあそこは仕方がないなというふうに思うしかないんですけどもね。やっぱりそこをなんとかするにはですよ、まあ、結論、皇室典範の改正ですよ。もうこれしかないんですよね。それをしなければ今後の皇室の未来はないなと、間違いないでしょうね。あの愛子様がこの後ね、この先10年20年後も、まあ、皇室にいらっしゃるのであればまだね、希望はありますよ。皇室典範が改正されず結婚したら降嫁してしまうという、そんなことになればこれはね、もう本当にないなと。しかも秋篠宮家に皇統が移ってしまったらますます闇だなと、それしかないですよね。まあ、ただその頃にはさすがにね、上皇上皇后様もお隠れになられてるんではないかというふうにね思われますので、だいぶ違ってくるとは思いますけどもね。その頃にはどうなってることやらという感じがいたしますけどもね。この天皇皇后両陛下、そして敏宮愛子様、天皇ご一家がねいらっしゃる時代でよかったなと僕はね常々思いますよ。本当に常日頃から幸せにいられるなというふうに思います。なんででしょうかね、あの方々が上に立っていらっしゃるだけで素敵だなというふうに自然に感じられるというのが、ただ懸念材料はねいくつもありますけども、一番上に、まあ、ただいらっしゃってくれてるだけでまだ良かったなと
いう感じがいたしますよね。本当にね、もし移ってしまったらっていうのを考えるだけでも本当寒気がしますよね。まあ、先日悠仁くんがね、上皇上皇后様のところに行かれて、なんか結構長い間面談をされていたみたいなね、そんなお話がありましたけども、それは東京大学に入りましたみたいなね、報告をしてるんじゃないのと、まあ、そんな動画がね、あのミナモニュースさんの方で上がってましたけどもね、いかがなものでしょうか。今回は皇后雅子様の所作にマナーのプロが感嘆したという、そんなねお話がございましたのでご紹介いたしました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。